今回の問題、ナットに関して当てはまる言葉を答えてください。ナットは IP アドレスを交互に何々することのできる技術。一般的には何々 IP アドレスと何々 IP アドレスを変換して利用される。ナットを利用することで IP アドレスの何々をすることができ、何々の強度を高めることもできる。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。 NAT は IP アドレスを相互に変換することのできる技術です。一般的にはプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスを変換して利用されます。 NAT を利用することで IP アドレスの節約をすることができ、セキュリティ強度を高めることもできます。お世話になっております、マサルです。今回は NAT の基本をテーマに一緒に勉強していきます。ナットがあるおかげでインターネット人口が爆発的に増えている中でも IPv4 による通信ができていると言っても過言ではありません。ナットは身近に利用されている技術なのでしっかり覚えておきましょう。最後におまけトークとして、ナットはプライベートとグローバルを変換するのかという話をするので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速ナットの基本を一緒に勉強していきましょう。もともと NAT は IPv4 アドレスの枯渇問題の対応策として考えられていました。 IPv4 アドレスは32ビットで約43億個の IP アドレスを用意することができますが、インターネット人口が増えてくると43億個の IP アドレスだけでは足りなくなってしまいました。そこで IPv6 という新しい IP アドレスが作られることになるのですが、IPv4 と IPv6 は互換性がなく、簡単に IPv6 に移行することができません。 IPv4 のまま IP アドレスを節約するための技術が必要でした。そこで生まれた技術の一つが NAT です。 NAT はネットワークアドレストランスレーションの略で、 IP アドレスを変換する技術です。 NAT はインターネット接続の際によく利用されています。過去動画で説明したように、LAN内は管理者がプライベート IP アドレスを使って自由に設定をすることができます。このプライベートアドレスは、例えば A 社と B 社で重複していても構いません。LAN内はプライベート IP アドレスを使って通信します。ただ、インターネットの中を通信させるためには、重複しない IP アドレスを利用しなくてはいけません。例えば A 社は 1.1.1.1、B 社は 2.2.2.2 など、インターネットに接続するためのグローバル IP アドレスを用意する必要があります。このグローバル IP アドレスは、LAN 内の管理者が自由に設定できるものではなく、一般的に ISP により割り当てられます。もし LAN 内の機器の送信元 IP アドレスが、プライベート IP アドレスのままインターネットに接続しようとすると、インターネットの中はグローバル IP アドレスで通信するルールになっているので、通信をすることができません。そこで活躍するのが NAT です。LAN とインターネットの間に存在するルーターが、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスを変換することで、インターネットの中をグローバル IP アドレスを使って通信できるようになります。このように IP アドレスを変換する機能が NAT です。NAT を利用するとセキュリティ面でメリットがあります。それはプライベート IP アドレスを外部から隠蔽できることです。インターネットの世界では、グローバル IP アドレスが送信元の IP アドレスになるので、受信者や経路中では、LAN 内でどのような IP アドレスを使っているかは分かりません。LAN 内で利用されている IP アドレスはプライベート IP アドレスなので、一定の予測はつくんですが、外部からは秘密にしておくべき情報です。それでは実際に NAT を使ってプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスの変換をパケットトレーサーを使ってやってみたいと思います。それではパケットトレーサーに移動しましょう。それではパケットトレーサーを使って NAT の動きを見てみたいと思います。今回は動きを見るだけで、どのように設定をするのかに関してはまた別の動画で詳しくお話しします。今回はスタティックナットというナットを使って IP アドレスを変換します。 PC の持っているプライベート IP アドレス 192.168.10.1 からルーターが持っているグローバル IP アドレス 1.1.1.1 に変換して、こちらのサーバーと通信させてみたいと思います。ではシミュレーションモードを起動させます。フィルターが ICMP だけになっていることを確認してください。
それでは PC からサーバーに向けてピングを実施してみたいと思います。サーバーの IP アドレスは 1.1.1.2 です。それでは実行します。ピングのデータの流れを見ていきましょう。クライアント PC が作ったピングがルーターまで届きます。この時の送信元 IP アドレスに注目してください。ルーターに入ってきた時のインレイヤーズの情報の送信元 IP アドレスは 192.168.10.1、 この PC が持っている IP アドレスになっています。ルーターから出ていく時の送信元 IP アドレスに注目してください。送信元 IP アドレスは 1.1.1.1、 このルーターが持っているグローバル IP アドレスに変換されていることがわかります。このように送信元 IP アドレスが NAT によって変換されていることがわかります。プライベート IP アドレスからグローバル IP アドレスに変更することによってインターネット上を通信できるようになります。もしプライベート IP アドレスのままインターネット上を通信しようとすると、インターネット上のルーターはプライベート IP アドレスをルーティングしないように設定されているのでルーティングをすることができません。このように NAT の機能によってグローバル IP アドレスに変換することによってインターネットの中で通信できるようになります。またセキュリティ面で IP アドレスを隠蔽することができるというところも見ておきましょう。 PC が送ったピングのデータがルーターに届きます。ルーターではグローバル IP アドレスに変換してサーバーに送ります。サーバーに届いた時のこのデータを見てみましょう。サーバーからすると送信元の IP アドレスは 1.1.1.1 です。つまりこのルーターが持っているグローバル IP アドレスの情報であり、送ってきた PC が LAN 内でどのような IP アドレスを使って通信しているかはサーバーからは分かりません。こちらのルーターで IP アドレスの変換をすることによって LAN 内でどのような IP アドレスを使っているかが分からなくなっています。このようにプライベート IP アドレスを隠すことができるのでセキュリティの強度が上がるという特徴も持っています。それでは NAT の実習は以上です。最後のまとめに移る前に少しだけお知らせです。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。私たちの生活にインターネットは欠かせない存在となっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、これからネットワークエンジニアとして働きたい人、ネットワークエンジニアを目指しているわけではないけれども、ネットワークの基礎を学びたい人など、様々な人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して横のつながりを作って、様々情報を交換してみてください。さらに定期的に実施するオンラインクラスでは、アウトプット中心の授業となっており、皆さんに手を動かしてもらいながら学べるように工夫しています。動画を見るだけよりも高い学習効果が期待できると思います。興味を持ってくれた方は概要欄からリンクをクリックしてみてください。それでは今回のまとめです。NAT に関して当てはまる言葉を答えてください。NAT は IP アドレスを相互に変換することのできる技術です。一般的にはプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスを変換して利用します。NAT を利用することで IP アドレスの節約をすることができ、セキュリティ強度も高めることができます。NAT は身近でよく使われている技術なのでしっかり覚えておきましょう。それでは今回の動画は以上です。もしよろしければ最後のおまけトークまで聞いてもらえると嬉しいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。それではおまけトークです。今回 NAT の勉強しましたが、 NAT でよく利用されるシチュエーションがプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスの変換です。ただ NAT というのは IP アドレスを変換する技術なので、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスに限定されることはありません。例えばプライベート IP アドレスから別のプライベート IP アドレス、グローバル IP アドレスから別のグローバル IP アドレスに変換することもできます。 NAT はあくまでも IP アドレスの変換技術です。プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスの変換を行うものという限定的な技術ではないので注意しましょう。 CCNA の問題の中でも NAT はプライベート IP アドレスからグローバル IP アドレスに変換を行う、丸か×か選ぶような問題がありますが、この問題の答えは×になります。 NAT はプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスに限定してアドレスを変換するものではないので注意しましょう。引っ掛け問題に皆さん注意してくださいね。それでは今回の動画は以上です。おまけトークまでご覧いただきありがとうございました。